お父さん、9歳の誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥー。なんでこんな尻尾振っとん。ハッピーバースデーディアオレオさん。ハッピーバースデートゥーユー。9歳の誕生日。おめでとう。7月15日だけど、今日は何日？6月24日に事情ですることにしました。9歳の誕生日おめでとう。元気だね、元気だね。はい、お座りして。はいはい、お座りは、お座り。はい、3、2、1。はい、うわぁうわぁ、オレオさん食べてます。オレオさんの好きな焼きそば、卵、そしてあれ、卵から食べる、あら、卵から食べる、うわぁうわぁと、照り焼き作りました。トッピングは何何、これ、トッピングは枝豆とインゲンと、あ、焼きそば、オレオさんの好きな焼きそば。でも麺は食べにくそうだな、オレオさん。なんか切らんかった、ハサミで。何？なんで長いまま、あ、あれ食べんのかな、オレオさん。インゲンと、オレオさん、美味しそうに食べてるね。あ、こっち見た。オレオさんの誕生日ディナー、枝豆を散らしました。そして冷凍のほうれん草とかも入れた。あとで腎臓をケアするために、あとで、あの、これを入れてちょっと味をつけて、お水をいっぱいあげようと思います。その前に、今日はこれがオレさんの誕生日ディナー。あ、すっごい、すっごい転がった。前はもっとペロッと食べよった。今どこにあるかわからんのじゃろな。あ、いや、わかるけど、そんなにやった、まだ取るよだっけ。うん、どうした、もういいわ。オレオさん、最後まで見るわ。9歳の今年も元気で育ってね。元気で育ってね。元気で暮らそう、見る。元気で育ってね。死ぬまで元気で育って、綺麗に食べた。その後ね、これ、あの、お皿をふーっと顔で向けて、舌を食べる？どうやって食べるの？うわぁ、うわぁ、こっちに、うわぁ、お皿をね、舌でふーふーって向けて、ね、その舌にあら動かして、食べる、お料さん。食い地張っとるからね。あら、あら、飛んだの分かった。こうやってやる。あやさん、お誕生日ディナー美味しかった？踏んだらいけんけ、うん、あの、全部まとめてやってちゃった。あやさん、7月から私はおりょうさんと離れることになりました。とっても悲しいですけれども、1ヶ月に1回ぐらいは帰ってこようと思いました。仕事の都合でお寮さんと離れないといけないことになりました。お寮さんが夢に出てくるほどお寮さんを愛しています。それでは皆さん、今日も楽しみ、うわお皿をきれいに舐めて、あの、食べる前よりピカピカにし
してくれますよ、レさんはね。はい。食い意地が張った犬でした。さようなら。